いどうもピョキュールです。今日もトロールコース一発マリオやっていきますか。今日のトロールコース、エブリトロールイズパーソナライズということで、いつも個人宛てのトロールコースっていうことかな。ちょっとこれ訳し方がわかんないね。まあ誰かに向けられたトロールコースなのかな。ということはその誰か僕なんじゃないんでしょうか。世界に羽ばたくピョキング、またの名をトロールキング、そんな僕に選ばれて光栄と思え。どうも頭ぶっ壊れてる系 YouTuber です。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.99%。 そういや最近 Twitter でさ、もう僕無理かも、実況やめる、パン1でっていうツイートをしたんですけど、まだパン1でやってますね。全然暖かいよ。快楽稼ぐ。じゃあここはすぐ右に行けっていう感じだね。いや去年はさ福岡雪降らなかったんだけど、これは全然感しかしないぞ。雪は降らないのにブラパンは降ってくるってか。もう分かった、今年の冬福岡は雪は降らないみたいだね。代わりにブラパが降ってくるみたいだから、みんな気をつけておいた方がいいよ。でも任せて、僕が絶対に助けに行くから。誰か僕を助けて。多分今年の冬福岡トグメットがバカ売れすること間違いないよ。だってブラパが防げるもんね。でいろんなファッション雑誌に今年のトグメットに合った服装はこれだみたいな、そんな本が出ないこと間違いないよ。かけてもいい。そんなところで閉じこまりやがって。一生そこで閉じこもってろ。じゃあ僕はここで靴をもらっていく。ちょっと僕トレンド先取りしたいからさ、トゲメントの帽子売るために帽子屋の会社作っとくわ。帽子屋の会社の名前はトゲ帽子でいいかな。つまんねー、すいません、つまらない話をいつも長々と。じゃあここは土管に入っていく。あの四角の枠めちゃめちゃ怪しかったね。ここは50コインを取ってこの上に行けないね。なんか出てきたよ。あなた社員になりたいんですか、トゲ帽子の。目も合わせれねえやつが販売なんてできるか。まあこの辺で雑談は終わりやね。もうだいたいこのコースのテイストは分かったね。隠しブロックか、いきなり敵が襲ってくる系だよ。まあだいたいそんな感じなんですけど、トロールコースって。ほらね、この一応やじ。ここから右に渡ってゆくよ。ドンスに音楽消されたけど、僕は一人で音楽に乗って、僕はもう引っかかったのでしょうか。このブラパにやられるのさ。ちょっと今の歌がキモすぎたんで、メンバーシップ限定で公開しときます。じゃあここは早くこのクッパクラに乗る。なに、なるほどね、このフラワーを取っていけと、そういうことなんだね。そしてここは石味襲ってくるのか、何かの物語が始まろうとしているのか。僕はすぐにこのドアに入るよ。なんか今誰のドアがあったね。右下に落ちるのが正解なんかな。ちょっと一旦降りてみる。それは落ちすぎ。なるほどね、ここだけ分かりました。ここは左を進化してこの土管に入ることが正解だと、そういうことですね。一旦この捕まっておこうか。危ないね、あのブランコに捕まれて。UFO キャッチャーじゃねえんだぞ。上等じゃん、いつか UFO キャッチャーの中身になってみたいと思っていたんだよね。さあ来い、危よ、ここ。1回で取らせるかよ。500円入れなきゃダメだよ。そして僕設定ガチガチだからね、ガバガバと思うなよ。ここは上しか行けないね。なるほど、これで中間ポイント2が取れるっていうわけね。こっから僕の本領発揮だよ。隠しブロック、またなんかたくさんあるね。右側に今振ってこなかった、あのパン取れっていうことかな。どけやだ。じゃあこの丸々の上ぐらいで待っておけばパワーブロックが手に入れれるっていうことか。そしてあのブラパンはなんか倒せないね。さっきとなんか挙動が違うよ。これチビになれないのかな。たぶん当たって。じゃあこのパンを手に入れた瞬間ここで投げろっていうことでしょう。そしてこのカエルは取ってよかったのか。なんかまずい予感が気がするな。あ、カエルいいって書いてるね。多分これで合ってるよ。そしてこのドアに。何者だ。ドッスンの裏に何書いたね。ブラパか。じゃあこのブラパに当たってすぐ上に行けっていうわけじゃないね。ここはブラパが落ちてくるより早くドアに入れと、そういうことですね。次はオンオフがあるのか、あのオンオフしていいのかな。一旦してみるか。なんかダメっぽいね。ここはすぐ右に行ってこの記録を入手する。そしてこのハテナブロックにかけてみよう。だけども全て理解しまくりんゴリラパンダンゴムシですわ。ここはハテナブロックを叩いたら先に進めません。お花摘み忘れましたわ。このくらいの罠で僕の精神状況を壊そうと思っているのか、制作者よ。こんな僕にとっては
致命的だよ。このガリガリの裏にね、音符ブロックが隠されてたんだよね。わかる。あれに乗ったらちょうどこの隙間に入ったの。うまいな、ここは。なりましたね。いや、引っかからなかったよ。今ではなかなかうまいんじゃない。どれだけ反射神経を鍛えてると思ってんの、このマリオメーカー2で。変わらんか。絶対オンオフ変えてくれると思った、あそこ。あ、今か。なんで入れないの。なあ、ここ開けてよ。せめて僕を増やしてきてよ。そうしないとこの道わからないよ。違うね。なんも白い両津勘吉はいいんだって。このコースを早くクリアして冷蔵庫にあるチーズケーキを一刻も早く食べるというスイーツ系男子を匂わせておいて、女性のリスナーさんのポイントを稼いでいく。さあ、ここは上にジャンプ。あの枯葉絶対にいる。こっちないといけないやつでしょ。あ、でもキノコ。なんなんだそのキノコは。やられにくくなっただけじゃねえか。さらにこのコースを早くクリアしてラーメンを食べに行くという男性目線のポイントも稼いでいく。さあ、ここでブロックを壊して帰る。じゃあここは土管にひっついておいてカエルを出さない。なんで出るの。土管にひっついてたらアイテムって出ないんじゃなかったっけ。すぐ上に逃げてみる。すぐ上に逃げます。これでいいんじゃない。あー、なるほどね。これでカエルが出ないのか。一旦右を進化してみる。ここで右を進化が正解。なぜなんだ。いや、ここ運悪すぎでしょ。右か左かの2分の1だよ。ここ一旦やられていいのかな。あー、チビになってこの先に進めばいいのか。今左の方のレール気にならなかった。あ、これ持ってよかったのかな。かぶる。あ、かぶれないか。じゃあ投げる。投げて何もしない。キノコだな。ここがちょっと気になったんだよね。左上行ったら何があるんだろうみたいな。何もないのか。じゃあ扉に入ってさっきのキノコを絶対に取る。この辺だったよね。さあ、キノコ様現れて。さっきと違うやんか。ちょっとも怪しいと思ってなかったよ。絶対に打ってくると思ってた。じゃあここでキノコを手に入れてこのまま先に進めると。そしてここは上に行って四角の場所に行けばいいのかな。大体こういう時に罠が多いよね。魚降ってくるとかさ。一旦上に行ってこの場所。なるほどね。このネットを取ってる状態で先には進めないね。いけなかったのか。ここはメットをかぶらないようにここでジャンプ。そしてこのメットを左側で投げれば。あっ、カバーちゃう。いや、違うんだって。いや、今のはわざとじゃない。っていうか、今のわざとでできたらプロ級だと思う。じゃあここはしっかりとこのメットを持って下で投げようか。そしてこの右側に行けばいいっていう感じでもないね。なんか閉じ込められたよ。誰が来んの、この早野郎。投げるでしょ。そして50コインの方まで行かなくていいのかな。行った瞬間すぐ左。うわ、どの辺で変わるんだろう。この辺、この辺。え、わかんない。え、どうすればいいの。あの近くの場所に行けばいいのか。なかなか頭を使わせるね、このコース。ここに置いておけば大丈夫っていう感じでしょ。あ、でもさ、もう一回ゴールしなきゃいけないみたいな。まあまあ、こんなもん僕にとって美味しい取れ高しか思わないね。しっかりと投げていこう。あと一回この四角の場所行っておこうか。なんもなんない様子だ。それじゃあここでキノコを取るんだけど、一旦上から踏んでみるよ。クリボとか隠されてるかもしれない。何もいないね。じゃあ B スイッチを押したらこの先行けんくなるよね。押したらダメだよきっと。うわ、どうなんだろうね。一旦上行ってみる。このまんまどっちが正解なんだろうね。あの土管とこっちのドアは。もう分かった。一旦ここで P を発動させておく。そしたら。いや、わけわかんないやろこれ。どうすればいいの。 P を叩いた瞬間右に行ってみる。これで合ってる。合ってんだ。あ、右上のところ絶対怪しかった。絶対あっちだよ。ここはどこだ。50コインの方を信用してみるか。唇植物。 P スイッチを押して右に行くところまで合ってた。で、絶対この上だよ。ここが怪しいもん。え、こっちじゃないの。絶対ここ開くと思ったんだけどな。じゃあ赤い土管に入ってもう一回右側行ってみる。今度50コインの方じゃないでさ。あー、こっちで合ってんの、もしかして。すぐ右。よっしゃ、絶対ゴールだよ。ありがとう、こんなにたくさん一気アップをくれて。あ、なんもなくないここ。下に行けと頼む。ゴールあって。
絶対もうゴール近いと思うんだけど、ここじゃないんでしょ。じゃあもう赤い土管しかなくない？で、赤い土管入ってもう一回戻るみたいな感じかな。ちょっとそれで行ってみる。そしたら右、あーこれで開くのか。さあゴールを僕に送れ。そこ解けないでしょ、頼む早く。ピースイッチ爆発。よしよし、あーフィラス。ふざけるなあ。ここは何もしない。そしてリフトが来るのを待っておく。イエー、どこで太陽を避ければいい。ここ、バカジャペー、一段右ギリギリまで行ってみるか。ここだったら太陽が避けれると、そういうことですね。さあもうそろそろゴールだと思います。スパイなんて書いてる、 SPIRE、 スパイヤ、とりあえず落ちれっていうことでしょう。右を進化、右を進化。なんでさっきから2分の1違うんだ。2分の1の確率がおかしい。今日めちゃめちゃミスってる。じゃあ左を進化でいいの。ほんとそれでいいんでしょうね。よし、ほんとゴールさせて、やった。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ2067ということで、なんとこのコースですね、まだ誰もクリアしてないんですよ。なんで難易度は未知数だね。まあサムネを見る限りハンマーブロスが階段状に設置されてあるんだけど、ゴール条件もあるからさ、そのゴール条件は何なんだろうね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00% っていうか、アイテムなしでいけんのかな、あのハンマーブロスの山。そしてハンマーブロスを全て倒してからゴールね。いや絶対ぶつけ、この山登れるのかな。絶対無理じゃん、こんなにハンマーが降ってたらさ。しかもタイムが10秒しかない。アイテムは、いや、やった、アイテムは何もないのか。隠しブロックはなさそうだったね。じゃあ開始した瞬間にすぐにハンマーブロスを振っていく。開始してちょっと経った後行ってみようか。今このタイミングでどう。はい、ダメ。タイミングが合えばバッチリいけると思うんだよね。このタイミングが全然わかんない。あ、いけそういけそう。あの良いね。8秒になった瞬間行ってみる。このタイミングでどうかな。じゃあ9秒が表示されたタイミングで行ってみる。これでどうかな。あ、なんかいつぐずいけそういけそう。もうそのままゆっくりつける。なんで飛ぶのそんなの聞いてないよ、このどんかキャローが。まあでも9秒ぐらいで踏んでいけば結構先に進めるっていうことが分かったね。さっき何体目ぐらいで飛んだっけ、あのハンマーブロス。17体目か。じゃあこの17体目をまた踏んでったらゴールできるんじゃない。希望が見えてきたね。これで17体目をきっちり踏むことができればクリアできるんじゃないんでしょうか。さあ僕はクリアできると思ってませんけど。さあここで踏んでいく。どういけこのまま。無事最速クリア。そして最初にクリアした人になれました。いや、これ多分運が受かったんじゃない。めっちゃ早くクリアできた。多分ね、結構難しいと思うんですよこのコース。もし挑戦する人がいたら17体目のハンマーブロス気をつけておいた方がいいよ。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。